妄想球っち。一丁。セーブするっち。上が。相変わらず悪趣味な妄想ね。とっても可愛いのに、なんだか不気味です。可愛さのかけらもないやつだぜ、春日は。確かに似合わねえな。ここはどっちなんだ。朝日、急にどうしたの。ただ気になったんだ。ここはカノンの妄想なのか、春日の妄想なのか。え、春日がカノンを生んだ、だからこの妄想球が現れたのか、それとも生まれたカノンがこの妄想球を生み出したのか。そんなのどっちでもいいじゃない。二人とも八つ咲きにするまでよ。難しいこと考えてんなよ、立花らしくねえぞ。だけど気になるんだ。何かあったのか。それは。ねえ朝日、なんだかいつもと様子が違うわよ。なんでもない。朝日ごめん、なんか水差しちゃったみたいだな。俺の話は忘れてくれ。春日とカノンを倒す、今はそれだけを考えよう。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。まだまだ。オイラは戦いたく。敵を3体発見っち。楽に行こうって。先手のチャンスっち。これで、いや、これでも終わりだ。
や。敵は三体っち。先制でも油断大敵っち。かかってこいよ。ふっ、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 まだまだ敵をいっぱい発見し先手で数を減らせっち。かかっやるだろ。まだまだ行くわよ。やるだろ。逃げる準備を始めるし敵の距離を一体し後ろが流れるし。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。
これでも。敵がいるっち。どうするっち。
お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を突き破る。上書きに気をつけろっち。